森とご飯の時間やってきました。イエイ、イエイ。はい、今回はですね、福岡県博多までやってきました。来ましたよ、ついに。前回、自分一人で行ってきた、あの家系直系店なんですけども、ついに来た、もうずっと来たかったから見て、なかなか来れなかったから今日はもう気合い入れてきましたよ。ということで、行ってみましょう。はい、よいしょ、ゴー。じゃじゃん、ラーメン打ちだよ。いいね、貼ってあるじゃないですか、この上りが。行きましょう、行きましょう、行きましょう。
はい、ということで、はい、食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まずね、入ってね、目の前に替え玉はありませんって大きな字で書いてあったことに、うん、やっぱり博多らしさを感じましたね。うん、普通は替え玉があるのが普通じゃないですか。うん、そうなんだよね、うん。それがないという。そうだよね。はい。うん、かなかった。今日、自分はもちろん初めてなんですけども、うん、これね、直径っていうくくりで言うならば、うん、今まで食べた直径店の中で、うん、一番返しの、うん、あの塩気が強かった、うん、醤油の風味というよりは自分その塩が結構感じて、うん、しかも今日自分味普通なんですよ、はい、あ、これ結構来るなと思いました。今日ね、あの自分は2回目なんですけども、うん、前回もチャーシューも食べて、うん、今回ねチャーシューがすんげえ迫力があって、うん、びっくりしました。あ、結構分厚かったよね、うん、あの分厚さ、うん、ちょっと驚きましたね、うんうんうん、結構私も噛み砕くのに、噛み切るのか、うん、砕いたらいけ結構ね、うん、あの顎の力使いましたよ、うんうん、それがしっかりしたね、チャーシューでしたね、うんうん、で自分今日味変はね、うん、あの今日のスープだったら、うん、自分はニンニク、今日は無臭、無口臭ニンニク行きましたけど、はいはい、やっぱニンニクの少しあの風味とコクみたいなものが、うん、今日のスープだとあのいいかなと思いました、うんうん、まあ、そんな感じで、はい、今度久しぶりの3人での博多ということで、本当だよ、ね、あ、まずはここを皮切りに、そうです、うん、あとちょっと行きたいですね。そうね、はい、いっぱい食べたいです。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。